せーの、 BTU アニメラボ。さあ本日も生放送でお送りしております。全然嘘じゃん、YouTube なんですけど、やったことないから、ほとんど生で。さあコンクリートレボルティを感想に参りましょう。また寒くなってきましたね。ねえ、何の話ですか。季節の話。生放送か。現場の人にコンクリートレボルティを使ったのに関係ない話だから、パニックだよ。コンクリートレボルティオです。じゃあコンクリートデボルティオでいいですか。あ、いいですよ。お話したい話があれば。え、そんな自由な時間なの。全然、私がなぜこんな変な考えをしてるかっていう話も。あ、それ気になる。それがね、髪切ってすれしちゃう。そう、松井さん、そうタイトルコンクリートレボルティオ感想なんで、この動画。あ、おそ松さんじゃない。おそ松さんじゃない。このままだと5分くらい関係ない話しちゃうんですよ。まあ、そう、表参道行ってかっこよくしてくれって言ったらレジ料からになったっていう短い話を。それはアニナモトークとかで喋ってください。悲しいな。表参道でもダメだった。ダメだった。ブスはね、隠せなかった。じゃあやろう。やりますか。じゃあコンクリートレボルティオ感想でございます。はい、で今回はアースちゃんという超人がフューチャーされた回でございました。機械人形と呼ばれてましたね。そうですね。アースちゃん可愛かったね。うん、可愛かった。うん、で本編よく分かんなかったね。うん、何だったんだろうね。どこが本編だったのかもよくわかんないよね。アースちゃんとあれが電撃出す超人の絡みが見える。ジェノス君みたいな名前。ジェノス君でしたね。ジェノス君で合ってた。ジェダス、ジェンダー、ジェノス、ジェナスね。火出す人ですね。ジュラシック君でいいか。じゃあ、お、わかんない、わかんない。ボケたの無視されて消えるってなって。やだ、ジュラシック君ではないよ。どう反応してるのかわかんなくなって。ジュラシックじゃねえわ。それを無視されて切れる。無視だとか、もう僕はね、溢れた。溢れた。うん、いや、容量下ネタです。山口さん、下ネタ。また話は今ですね。もうちょっと。さすが P だ。そうそう。山口さん、P が出たんですね。下ネタやめました。何が溢れたか置いときました。はい。はい。レボ。どんな話か。コンレボはまあアースちゃんという超人がいます。だけど、なんだろうな、うん、その子をフューチャーした回かな。アースちゃんは国民、うん、世界、あの時代の人からすれば正義の象徴で、アースちゃんがいいと言ったもの、それが正義だってい う, こう風潮になってる。すごいよね。そうそうそう。そうです。で、そういう世論にしてるっていう超人化の支えもあるみたいなんですけど、うん、で、国がやりたい方針の方にアースちゃんをつかせて、あ、これがアースちゃんが言うんだったら間違いねっていう、うんうん、そういうちょっと批判、皮肉なのかな、うん、現代の、うん、そ, ね、その主人公が超人化を離れるに至る理由の一部なのかなっていう、ね、なってるでしょうし、ね、目的とメディアの逆になっちゃってるね。そう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 、なんかね、扇動とか、まあ、洗脳までは言わないですけどね、そういうイメージ操作みたいなのもあるわけですし、うん、で、まあ、アースちゃんのその葛藤だったり悩みだったりをちょっとだけ解決して、ちょっとだけ、うん、まあ、あの現実逃避という点でね。でしたね。コンペイトを食べて、あの危険ドラッグでそれも優しい嘘は必要だよっていうヤマピーを擁護するような発言の感じだね。ヤマピーは必要だよっつって危険ドラッグを出した。はあ、はあ、とりあえず夢と嘘が必要ですよっていう。そうね、あの子ロボットみたいなことだよね。まあ結局ロボットなんですかね、あれは。まあロボットとは言ってた。あの夢がどこまで夢っていうか嘘なのか、本当に昔あったことなのか。それもまあ超家族的なね、家族的な絵面が、結局あの子自体はあれですよね、そのシステムなんですよね、いわゆる、うん、人の悩みなんか受ける感じ、感じ、そう、助けて、助けてあげるというシステム、感じちゃうんでしょ、感じて、そう、感じちゃうんだ、感じちゃうよ、そこへたみたいな、何それ助けてる、純粋な助けてほしい、ね、すぐはーって薄い本になるやつでしょ。悪意みたいな、ね、すぐ感じちゃうよ、ね、はーってなるから、ね、ある意味そう合体するかどうかみたいな、あれを絵柄でごまかすだけど、アースちゃん可愛らしいピコピコピコっていう感じるぞっていうごまかし方してるけど、うん、気持ちよくなるって言ってたからね。言ってた。でそこにあれか電撃の超人、そうそうそう、もともと悪だったけどアースちゃんに感化されていいようになろうと思ったけど、うん、結局なんか複雑でっていう、ね、アースちゃんに首絞めない嘘つくんじゃねえよってバチバチ絞めるんですよ。締められたね。殺されそうになって、ああやべえ、俺嘘つかねえってなった。ダンジョンに締められたね。なんかいろいろ屈折してるあの子を出すことによって、うん、アースちゃんのなんか葛藤をなんか引き起こすみたいな、ね、そういう回とか。アースちゃんもっと掘り下げたら面白そうでもありましたけど。あ、まあね。あとあれはなんかなんか期待しましょう。あのなんだっけ、星の子がなんか。あ、そうだ、そう、そう、そこが結構明かされた。オープニングっていうか、前半のところでね。はい、出てましたね。
悪魔みたいな、そうかね、悪魔とは言わないでもらおうかみたいな、ね、うん、支配者みたいなことを言ってましたね、いろんな次元時代、うん、そうですね、やっぱ魔女だけね、あの魔女っ子はやっぱ異世界的な存在で、ちょっと長寿の中でも違う感じ、うん、異世界って言ってたもんね、まあ、魔女っ子だから、まあ、魔女っ子の世界から来てる的な感じ、ね、そうと思わせといて、まあ伏線なのか、うん、でもすごいこと言ってましたよね、なんか魔女っ子が人々から何を助けようと人々の生命エネルギー的なのを吸い取ってみたいな、ね、じゃん、そう、超そうなんですよ、超悪なんですよ、うん、うん、悪ですよね、インキュベーター、インキュベーターないよ、サキュバスみたいなもんだよ、まあまあそうですね、いいの大問題だよ、エロい話なの今日終始さっきからヤマピーの話と気持ちよくなったそことあだキツネの姉ちゃんがね、なんか裏で繋がっててね、結婚してるのかなっていう、エントロピー、エントロピー、違う、熱平均は起こらない、回収してない、は起こってない、キューベイですね、それはどっちかというと、で、ジロちゃんがなんかね、完成したみたいな、ジロちゃん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 がなんかまあキーポイントなのか、うん、あそこにはバレないようにみたいな感じやってたね、うん、まあ単純にジロちゃんのことをみんな大好きだからなのかもしれないけど、ね、あいつ人間つってるか人間じゃねえしな、よくわかんねえよ、よくわかんねえな、怪盗人間なのかなのか、実際の時代に合わさった話って考えたらもうどうやって終わるのかもよくわかんないしね、今回学生運動でしょ、そうですね、はい、学生運動なんか空港で起きたテロ事件とかね、うん、テロ事件じゃなくてデモ事件があって、うん、なんだろうな、昭和史のなんかどっかでまあ変わるんだろう、ヒーロー条約の話とかですかね、今回がそうそうですよね、安保、安保運動だ、うん、反安保運動、そうそうそう、羽田空港のやつですか、安保構想、うん、成田かな、どっちだっけ忘れちゃったんですか、まあ、成田です、成田か、成田ないです、多分、まあ、そうだ、成田まだないんだ、やってたねーって、で、まあそれのためのアースちゃんだったわけですね、まあそうですね、で時が現在に現在っていうのか、まあ、現在に戻るとアースちゃんはそうなんか、生田研究所みたいなところで別館に閉じ込められ、うん、封印されてましたね、でジュラシック君が俺が必ず戻してやるぞって、ジュラシック君、おいおいジュラシックやねん、ジュラシック君じゃねえよ、切れちゃったじゃん、すいません、ジェノスでしたっけ、ジェノス君だよ、ジェダスだ、ジェダスだ、ジェダイ君、ジェノスは腕が火出せと、そうですね、パニックだよ、パニックでも誰でもいいよ、もうじゃあジュラシックでいいよ、とりあえずジローちゃんの仲間が、うん、あれだ、なんだろう、みんなで、ビラビリビリ君と、はい、あでかくなる、あの、まあ、合体ヒーローだよ、合体ヒーロー、機械だの3人がとりあえずいるらしいっていうのが今分かって、そこに星の子が、星の子、星の子じゃねえ、アースちゃんが、アースちゃんが加わって4人になるのかな、いいかな、うん、ね、あとはキッコちゃんが風呂入ってて可愛かったね、シャンプーハットを使うんだね、シャンプーハットでほとんど洗えてないんで、シャンプーハットでここしか洗えてない、そうですね、髪全部こっち行かないと、ね、そこにね、ジローちゃんが来ちゃうし、バスタオル1枚で出ちゃうのよ、ね、恥ずかしがるくせにバスタオル1枚大丈夫なんだね、ねどっちだろう、ジローちゃんは何ともなかったし、そう、ジローちゃん罪深いね、性欲ゼロのとこだったの、いや、あいつをあれだよ、選んできたんだよ、あ、そうだったな、そうだった、あ、なるほど、そうか、そうか、そうだ、あの、キツネ、キツネ、そう、お化けの人だったら多分違う話、照れちゃうからさ、そういえばそうだったな、とりあえずね、気になってんのが、キッコちゃんとお化けのフローダくんは、うんうん、結局超人化の方に着くのか、ジロちゃんの方にゆくゆく着くことになるのか、現代に戻った時に、うん、まだ結構ふわふわしてるじゃないですか、そう、うん、第三勢力、なんか何なんですか、超人化もちょっと裏が強すぎるし、うん、ジローさんチームとね、うん、で、キッコちゃんとあの妖怪、フードとね、どうなんだろうねっていうのが、まあ、今後、うん、平成になった時にどの話、どこの時代の話までやるのかとかね、いろいろ気になりますよね、ねえ、わかんねえや、わかんねえ、まあちょっと気になるとこはいろいろ多いですし、そう、あとキャラメザがいろいろあるからね、そうね、それは楽しめるよね、うん、おしゃれ、おしゃれですね、とりあえずおしゃれなんでそこだけ楽しんでくれれば、うん、あのとこ本編を全部見終わってから、うん、あれああいうことだったんだねっていう感じにしましょう、最終回から見ても大丈夫そうだね、そう、エンディングかっこいいなぐらい、そうそうそう、あとオープニングもかっこいいな、あ始まったかのワクワクするけどやっぱわかんねえ、わかんねえ、わかんねえ、またエンディングでかっこいいってなる、かっこいい、かっこいい、終わった、バカバカ次回ロボットだーって楽しい、ハマらないパズルのピースをひたすら伝えてる感じで、そうそうそう、次回ビールだって書いてきましたよ、これもかはまんない、これもかはまんない、少年探偵団、はい、通称 BL 団、やべえ、狙ってきたぞ、何これ、あのドロボが出る、ジャイアントロボ、息子かな、息子はなんだろう、弓の感じのって言ってたね、前回
前出てたロボの話かな、フューチャー回かな、ジャイアントロボじゃないですか、BL だったら、あ、うん、あ小山さんのそういうことなの、 BL 学園じゃないの、できるの解散の感覚でいくとバカになっちゃうから素晴らしくフィッツカラルズとか言うんじゃないですか、どうぞお好きな末路じゃないですかそっちだと思ってましたか、あれれれ BL 生の学校の話、ね、あ、そっちなんですかね、こうちょっと前髪変えたらビッシュの何そうじゃない、そのあっちの、うん、いろんな人になるなぁとは、いろんな人になる、便利じゃない今日、うん、便利、赤い人は大体いけそうってこれ何の動画だっけこれえ、これはフリートーク、違う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 、そう、うっそ、コンクリートレボリュー、え、回ってる、回ってるんですよ、すいません、じゃあ行きましょうか、今週もね、はい、いえ、ね、いやそこもう終わったんです、やったっけ、で結構コンクリートレボで内容も喋りましたから、今回珍しく喋ったの、うん、結構ちゃんと喋りましたから、うん、じゃあ終わろ、終わるか、まとめて終わり、じゃあ終わり、バイ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 、また来週、はい。